プレゼントもいろいろありがとうございますね。びっくりしたよ、なんでやねんと。塩澄みかんさんのハリセンをね、あのモチーフにしていただいて、すごい、ごめんなさい、落ちました、携帯が落ちたって、落とす方じゃなくて、なんていうの、落ちた。こんばんは、待ってたよ、ありがとう、お疲れ様、ありがとうございます。いやー、めっちゃ楽しかったです、ぐーありがとう。本当にね、あの生誕祭急に発表されて、イベントとかもね盛りだくさんの中なので、すごい皆さんハードスケジュールなのに来てくださってありがとうございます。塩さんのありそう、ね、あれ私欲しいな。こんばんは、こんばんは、はじめまして、本当に。レインボースターありがとうございます、こんばんは、やちゃんこんばんは、こんばんは、めっちゃ高老級ね、びっくりした、嬉しかった、イケメンだって、ありがとうございます。そう、昨日さメールで、最近メンバーの皆さんからイケメンって言われることが多くてめちゃくちゃ嬉しいって書いたんですよ。そう、コンサートのさリハ期間中だとさ、こう余計なんだろうな、普段こう見ないさチームの方のさ、あの踊りとか見るわけじゃないですか。 それで、あーレンボスターありがとうございます。そうダンスを見てこうね、もう 3,4 人ぐらいに声かけていただきました。そう、ゆかちゃん、ゆかちゃんのダンスイケメン、嬉しい。ああありがとうございます、お元気、ありがとう、嬉しい。皆さんテーピング率高かった、そうだよね。そうですよね、ほんとそんな中ね出てくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。すみません、好き、嬉しい、ありがとう、あきちゃんの男性、今回の衣装めっちゃイケメン、嬉しい、ありがとうございます。衣装入ってました、今日のリカちゃん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。リカちゃんこんばんは、初めて生誕祭に行けた、リカも楽しかった、ありがとう、写真も動画も嬉しかった、本当にありがとうね。ツーショット撮影会楽しみにしてます、嬉しい。そう、ツーショット撮影会あるんですよ皆さん、あのスタンディングの方は告白心拍数の衣装を着ます、そして着席の方はパジャマを着るので、ぜひ写真撮ってください、おきと。生誕祭の準備めっちゃ可愛かった、こんばんは、こんばんは、ハートありがとうございます。リちゃん呼びの許可、会いに来て。こんばんは、生誕祭ありがとうございます、嬉しい、レインボースターありがとうございます。空を泣いちゃった、嬉しい。そう、なんかね最近ね、なんだろう、そう思う、私も泣きそうになった、メンバーの沖ちゃんのリスペ、嬉しい。ちょっと後でね、あの自己紹介のところとかこう着替えててちょっと聞けてなかった面もあったので、アーカイブで見ようかなって思ってます。こんばんは、またありがとうございます。そうね、まあなんかいろいろねお話ししたいことはねあるんですけど、そうなんかどうしても、うん、まあバタバタしてたっていうのもあるんですけど、なんかこう話す内容が決まんなくて、実は今日の朝こうコーヒーを飲みながら決めたんですよ。そのくらいなんかいつも生誕祭の時って大体なんだろうな、 2,3 ヶ月前から大体話したいことっていうのはなんか自分の中で固まってはいて、でまあ生誕祭前日前々日とかに話す内容をまとめてっていうあれだったんですけど、今年はね初めてかな、 SK に入ってからなんか話したいことがまとまらなくて、そうまとまらなかった。それくらいいろいろあった1年だったってことが、まあ、そうだね、そうだし、なんだろう、なんか、まあ、結果その
まあね、今日もお話しさせていただいたんですけど、なんか悔しいっていう気持ちしかなんか出てこなくてもちろん楽しいこともきっといっぱいあったし、そうめちゃくちゃ楽しいんだ、楽しいんですけど、 SK ライフめっちゃ楽しいんですけど、なんか振り返ると本当に悔しいとかなんかっていう気持ちしか出てこなくて、悔しいとか、まあ不安、なんだろう、まだ今33枚目シングル発売したばっかりなのに、なんかもう先のことで不安に駆られてて、今毎日こうなんか寝れなくなっちゃったりとかなんかあるんですよ、そういうのがだけどなんかそれなんかそのそこで楽しめてないのがすごいもったいないなって思っちゃって、なんか自分の中で、そう、うん、そうなんですっていうことを言葉にしたかった。守りたいこないがありがとうございますそうで、なんか毎年まあ悔しいって言ってるのには変わりはないけど、なんか今年の生誕祭ちょっとでも明るくいたいなっていうふうに思って、そう 来年の生誕祭ではなんかもっと明るい今日も別に明るかったんだけど、今日楽しかったしね、だけどなんかもっとな、今回お風呂入ったって今回より今日目標にしたことより上の目標をみんなに伝えれるようにしたいなって思ってる。またありがとうございます。前向きだけど、そうですね、もうね、なんかそう手を抜いてることは一切ないんです。だからこそどうしたらいいのかがわからないっていうのが無正直な気持ち。そうだからなんかもう何をやってもなんだろう、その不安とか悔しいっていう気持ちは変わらないから、今だからなんかそれならもうせっかくなら楽しみたいなって思いました。ですかね。だからとにかく今はこの33枚目はお風呂が入った33枚目のこのシングル期間をいっぱい楽しんで、いっぱいみんなと思い出作ってこう、はい、お風呂は開きましたこれ楽しい期間にねできればいいなって思いますし、なんかもうちょっとね、なんかもう楽にしてもいいのかなってもうそろそろね、なんか楽になってもいいのかなって思いました。ん、泣きそうそうね、ちょちょお風呂挟んでますそうなんですよね。こんばんは、こんばんはもうね、追い詰めた、追い込んだ自分のことはもうですって感じだから、もうめっちゃね毎日楽しく過ごそうかなって思ってますいや25歳ですよ、25歳、あっという間ですねあっという間だ。もうさ、なんかグラビアさせていただきましたって言った時、みんなおおってみんなの声すごくてさ、おいそこかいって嬉しいけどねまたありがとうございます。なんかめっちゃ砕けて言うと、なんだろうな、なんか楽しめてなかったんですよ、あんまり。別に楽しいんですよ、別に楽しいんですよ、めちゃくちゃ楽しいし、全部のステージそう毎日楽しいけど、だけどなんかその中で最初の頃ってこう、まだまだこれからだ、まだまだもっと、なんだろう、今から次はなんだろう、2列目に行きたいとか、いけるに頑張ろうとか思ってたんだけど、今はそのなんか気持ちよりも、まあ、その気持ちもあるんですけど、それより悔しいとか、もう次入れなかったらどうしようとか、そういう不安が勝っちゃって、なんか全部が試されてるような気がして、
そう、そういう面で心から楽しめてない感じがあって、まあ、今日の生誕祭のスピーチはすごく課題で言うとっていう話なんですけど、そうそうそう、だからなんかそれってせっかくこう人生においてね、人生によってその悔しいという気持ちも不安な気持ちもめっちゃ大事な感情だと思うんですよ。だってその分なんだろう、前に進んでるからその気持ちがあるわけであって、多分その2年前のそのインスピレーションの時の私は悔しいっていう気持ちはなかったから、正直もう本当に目の前のことに必死で、なんだろう、もうこれからなんて言うんだろうな、うーん、まあ、まあそういうなんだろうな、まだまだだみたいな気持ちの方が強くて、まあ、今もその気持ちはあるんですけど、なんかそれよりも今は悔しいとか不安っていう気持ちが勝っちゃってるから、なんか心からこう楽しむ気持ちがあってもそこがねなんか勝っちゃってたから、もう選抜安泰、その言葉が一番怖いんですよ安泰って思われるのが一番怖いんですよ、安泰じゃないから安泰って思っちゃダメだから、そう、安泰だったら4作連続同じポジションにはいないから、そうだからなんだろうな、なんかそういう面でめちゃくちゃねこういろんなステージに立たせていただいててもめちゃくちゃなんて言うんだろうな、心の底から楽しめていない自分がいたので、こうなんか人生においてこんな貴重な経験をしてるのに、させていただいてるのに、こんな素敵な場所にいるのに今を楽しめてないってめっちゃもったいないなって思ったんです。そうだから、そういうことです。だからこれからはもちろんね、緊張感も持ちつつ、今までのその努力の仕方も別に変えるつもりはないし、だけどなんかこう楽しみたいなって思いました。もっとねなんか楽しんでいいのかなって思いました。まあその結果さ、もうねダメであってもよくあっても、まあそれが結果だからもうしょうがないのかなって、自分でどうこうできる問題じゃないから、そう、なんか目の前にあることを頑張ってこう努力をしても結果自分が決めれることじゃないからさ、そういうなんて言うんだろう、自分が決めれるような世界ではないから、まあなんかとにかく今はもうせっかくだし楽しもうって思いましただからみんな一緒に楽しみましょうっていうか、青木が楽しませるので、あのレスキューライフ一緒に過ごしてください、お願いしますあんまね真面目な話しないけど、しちゃった。ミーバーサリーが終わって一人で大阪に帰ってラムさんって、する、嬉しい、ありがとうねバンド組んで新しいギットねえ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 、バンドもねやりたいですね、もうちょっとねこうギターをね弾くね時間とかもね作れればいいな、25歳は。写真集も目標にしよう。そうね、だからそうさ、なんて言うんだろう、叶えたいことっていっぱいあるんですよ。だけどそのためにはなんか前に行けないと、うん、なんか話にもならないっていうのが現実なので、そう、前に行けるようにね頑張りたいと思います。まあ頑張るって言ってももう気負いすぎず楽しみたいと思いますこんばんは、こんばんは、正直ねもうね2年間毎作こうここがここがここがっていうのを4回繰り返したから、もうそれはめちゃくちゃありがたいことだけど、いただけるポジション本当に嬉しいし本当にありがたいけど、自分に対して悔しいっていう気持ちなので今日お伝えしたのはね、そうためてついていこうと思いました、嬉しい、ありがとうございますね、写真集とかねできたらいいなすごく伝わってありがとうございます
たよ、ありがとう、嬉しい。なんかさ、こう今日ミオからお手紙さいただいてめっちゃ嬉しかったし、なんかそうだ、自分ってアイドルステップもできなかったなって思った。だからもうなんだろう、今じゃさ、こうダンス好きだよって言ってくださる方が増えてめちゃくちゃ嬉しいし、なんかきっとやってることは別に間違いはないと思うから、そう、本当はねもっと配信とかねした方が絶対いいし、だけどなんかパフォーマンスすることも、まあ、配信することも大好きなんだけどね、なんか納得いかなかったら時間が過ぎちゃってるんですよ。だから許してください。パフォーマンスも言いましたね、嬉しい、ありがとう、絶対ありがとう。リカちゃんが写真集出してとか本当、今日のおっしゃんの自己紹介めっちゃ面白かったね、見よう、なんかお母さんも言ってたんですよね。いやありがとう、これ守りたい、これ守ってよ、選抜センターね、嬉しい。嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。パフォーマンスに全力だからこそパフォーマンス好きなとこです。嬉しい、ありがとう、こんばんは。初めてリカちゃんの生誕祭劇場に最高じゃない、嬉しい、ありがとう。いやもう本当にさ嬉しい、丁寧で綺麗なので嬉しい、ありがとう。来年は目標達成できました。目標達成、そのもっとさ高い目標はあるけどさ、あの去年生誕祭で話した目標は達成できましたって言いたいな。パフォーマンス大好き、一番嬉しい、売れたいパフォーマンスが良くなって嬉しい、推ししかかった、ありがとうございます。ジワジッツ、渡辺裕太選手のユニフォームね、嬉しい、ありがとう。失敗ですね、怪我。リカちゃんのパフォーマンス改めて素敵な生誕祭を見て思いました、初の生誕、こちらこそありがとう、リーちゃんって呼んで。そう、なんかね、なんかあのアンコール行く前にそのアンコールってグリカちゃんって言ってくださってたじゃないですか、皆さんが。でミオタンがずっとそれでリーちゃんって言ってくれてて、でよしリーちゃんにしようって言ってリーちゃんにした。そしたらみんなびっくりして、リーちゃんって、そう、浸透のしてなさよ、もう。アンキちゃんのライズの日しかみんな見逃さない、これからも、ありがとう、夏だよ、ありがとう。もう後輩の目標になって嬉しい、その足のシメールで教えて。リーちゃん、リーちゃんめっちゃ急に決めてる、そう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 、普通にあリカちゃんか青木でとか言おうとしてたら、なんかリーちゃん、リーちゃんって言ってた、おいリーちゃん、リーちゃんにしようみたいな。ハートありがとうございます。僕には呼ぶなって言ったくせにな、そうですよ、今日いっぱい呼べるでしょ、今日ね、リーちゃんコールしてくださいね。来週ララリーナ一番術感染後に会いに行くから、嬉しい、今月に入ってリカちゃん推しになりそうだよ、推してもいいんだよ。推してもいいんだよ、いやそうだよ、来週あるんだよ、トーク会が本当に盛りだくさんですが、幕張のトーク会はラストなので、皆さん19、20がもう今作ないので、ぜひ告白心、そう、なんか衣装考えたんですよ、衣装はその告白心拍数の衣装と、あの前回そのカップリングを披露させていただいた時に着た衣装、あの可愛いチェックの衣装とかをこう、なんだろう、関東と、本当に申し訳ない、幕張っていうくくりじゃなくて関東っていうくくりにしました、関東とあと名古屋で1回ずつは来たいなっていうふうに思ってて、だけどこう
2日連続衣装もいいなとも思ったんですけど、なんかハロウィンのねやつをちょっと、ハロウィンのやつちょっと、ハロウィンのやつはちょっとしたいなとも思って、それで1日目はあの他のメンバーもこうカップリングの、ね、衣装とか着たりするっていうのを聞いたので、お揃いにしたいなと思って1日目カップリングの衣装にしました。10月19日、全国握手会でしたっけ、うん、かなだっけ、あれ全国っていうの東京のね握手会とかでは、そうそう、なんか着たいなと思って、あれ耳生えます、耳入るかもね。そうです、なので、まあ、だから関東とかと分けたくて、そう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 、あリリーベ、リリーベかな、リリーベはこの前何ちょっと分かんなくなっちゃったんですけど10月のねもう一つね、そうそうは、あのそう衣装、告白心拍数の衣装とかもね着る予定なので、まあカップリングの衣装幕張で着るタイミングがないので、そう幕張でね着れたらいいなっていうふうに思って、19日はカップリングの恋の哲学者の衣装を着させていただきます。そう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 、26日、あそう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 、で20日はパジャマでかけるハロウィンにしようと思ってます。こちら11日までなので、皆さん待ってます。来週幕張で話したいこと多すぎ、嬉しい、ありがとう。そうだよ、生誕祭のお話もしたいしさ、あと周年のお話もしたいしさ、いっぱいお話ししたいよね。あとありがとうございます、話す話題たくさんですよ、まあ、お話できればなと思いますで、その後のね握手会とかトーク会とかも結構、私結構握手会に憧れて SK48 というか、そのアイドルになりたいっていう気持ちがあったっていうのもあって、そのくらい握手会、まあ、トーク会もそうなんですけど大好きなので、遊びに来てくださったら嬉しいですそう、ありがたいことにね完売出てる分もあって、12月1日かなポートメッセかなんかでもね完売していただいてて、どっかのね7部とかも残りわずかだったので、ぜひ待ってますね、待ってますね皆さん。そう、この間のさあのグループの握手会の時に終わった後で X とかで、そうなんかみんなリカちゃんの握手つられたとか書いてくれてて嬉しかった。つられたんだったら来てね待ってるね、こんばんは、こんばんは。まあね、他ね出てない、出てない日程は、日程もあるものを着るので、それはまあまあまあ楽しみにしててくださいけど、あの絶対行くことにしてて損は絶対にないので、はい、お待ちしております。ごめんありがとうございました。なんでやねんに始めりーちゃんで、待って、また握手会行こうかな、待ってるよ待ってるよ、今日の感想聞かせてよ、ハート、お花ありがとう、握手会とトーク会どちら、どっちもどっちも、トーク会、握手会が早い部じゃないで動揺してる、そうそう、初めてなんですよ4部からなのが、そうだからぜひ、今回関西人全員回る、え待って、おもろいそれは面白い。そう、そしてね今日ねお話しさせていただいたんですけど、10月10日にあのシーホース三河さんのシーホース三河公認ブック、ブースターズ2024-25が、発売されます、ぜひチェックお願いします嬉しい。この前リリーベで見て見事に釣られました、待ってるよ早起きにかけてだから今回の薄ありがたい
ねえ、そうだよ、朝一じゃないからね、もうみんな。そうだからレアだから待ってるよ。ハートありがとうございます。ということで、あと3分ぐらいでお風呂に入ろうかな。あくまありがとうございます。こんばんは、ただいまいい、おかえり、ありがとう。日曜日の昼とか行ってみようかな。そうだよ、朝一、4部からずっといるからね。そう、お風呂冷えちゃう。最近寒いからね、みんな気をつけてね。ラーアリーナ行きたいんですよ。本当はあのミスターチルドレンさんのこけら落としでしたっけをね狙ってたんですけど、ちょっとどうしても行けなくて悔しい悔しい。今生誕祭から帰ってきた。あ、おかえり、ありがとうね。いや、なんかさ、もう最近寒すぎてさ、朝なんか夜お風呂上がった時はあっつーと思ってこう冷房入れちゃうんですよ、まだ。けど冷房も効かないわけですよ、外の温度と中の温度一緒だから。で結局送風にして風だけ送って、で次の日タイマーして寝るんですけど、もう寒すぎて朝、もう寒すぎて震えてます毎朝。今日ね T シャツにパーカーでも寒かったからね、みんな気をつけてくださいね。名古屋関東、本当暑かった。今日改めてジムデリカちゃん大好きだった。嬉しい、ありがとう。みんなリカのこともっと好きになってください。寒さは弱い方なの？弱いかも。乾燥に弱いですね、肌も喉も。そう、 X で IA 予測嬉しい。そう、25歳の1年もいろいろなステージにね立って楽しみたいと思います。リカ沼に片足突っ込んでます、本当。両足おいで。損はさせないぜ。いやー、楽しい一日でした、本当にありがとうございます。やっぱさ、リハーサルも好きなんだけどさ、やっぱりこうやってさみんなと会えたりとかさ、ステージに立ってパフォーマンスすることが一番好きだからさ、なんか幸せ。こんばんは、こんばんは。体調万全にして周年後ね、そうだよ、楽しむ大事。幕張追加してきた、嬉しい、ありがとう、待ってるね。ありがとう、今回東海のプランのプランでおいで。みんな行くよとか追加したよ、嬉しい、めっちゃ。この後もその報告を聞けるといいな。空の衣装、そうそうそう、白、僕も幕張追加しようかな。嬉しい、なんでみんな嬉しい。ありがとう、本当に待ってるよ、待ってるね。けどね、無理はせずね、みんな。けどさ、無理せずって言って他のメンバーのとこ行ったら泣くからね。嬉しいな、かりとっかな話。ありがとう。宝物自慢のジャンパー見せに行っていいですか。見せてよ、見せて。セブンクラン、見せたいけど私もここにセブンクランあるんですよ。お酒ずしたらダメだから見せれないけど。ということで皆さん、客席のなんでやねんはびっくりした、めっちゃびっくりした。めっちゃね。本気でなくとは思えないのだが、最近愛が足りてないよ。
泣くよ今日の空のプチサブレ、めっちゃ嬉しかった。青紫白ですよね。いやちょっとね、それについてもね、今度話すね。そう、なんか青ってさ、自分にとってめちゃくちゃなんか思い入れのある色で、なんか匂わせみたいに今なってるんですけど、今後話すことのね、なんかね、なんだろう、青ってね、自分に縁があるのかなっていうレベルで SKE に入ってから青に関係することがめちゃくちゃ多いんですよね。思わない？なんかでね、最近思うようになってきた。ふけんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。思う、そうだよね。なんか塩さんブルーなので、確かにそうだよね。サイリウムを追加しますか。さあ、青木だからね。え、ねえ、なんかこんな人生において青ね、あんまね、あれだったんですけど、空の青さに訳はないもんね。そう、なんか青って自分にとってこうね、なんか縁のある色なのかなって最近思うようになりましたこんばんは、こんばんは。ということで、私は明日もねお仕事なので、はい、だからもうお風呂に入って寝ようと思いますインスタもね更新したいんですけど、写真選べなくて迷い中です。ということで、皆さん会いに来てください。待ってるね。本当にいつもありがとう。生誕祭もありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ということで、また会おうね、楽しもうね。ありがとうございました。またね、ありがとう、またね、本当にありがとうね、みんな大好きだよ。